はい、どうも翔太郎です。今回はですね、まあ、マルチプレイヤーになる4つの方法みたいなねことなんですけど、まあ、僕は複数の楽器をね、まあ、やるわけなんですよ。まあ、ギター、ベース、ドラム、あとまあ和太鼓もやるし、まあ、ボーカルもやって、作詞作曲もやって、あとまあ編曲もやって、あとまあミュージックビデオの撮影もやるし、まあ動画編集もやるし、あとまあカメラ、まあポートレートみたいな写真もやるので、うん、でまあそういう複数の技術をね、まあどうやって身につけたかみたいなことをよく聞かれることが多いので、ありがたいことに。うん。そんな話をしていく中で、ああ、まあこうやったら効率がいいのかなとか、まあこうやったらいいんじゃないかなとかっていうのがなんか自分の中で見えたり見えなかったりしてきて、まあそういうところをね、ちょっとお話しできればなと思ってます。まあ、マルチプレイヤーに、ね、なるための方法みたいなね、こうあんま載せてる人もいないし、うん、まあ、なのでちょっと貴重な情報になったらいいなみたいなね勝手に思ってるんですけど、まあ、僕もね、別に自分でマルチプレイヤーって言ってるわけじゃないんですよね。こう自分に必要な技術をなんかポンポンポンってその時その時でやってたら結果複数できるようになったって話ではあるんだけど、大切な感じでじゃあやっていきますのでよろしくお願いします。はい、じゃあまず一つ目です。どのね楽器をやりたいかと、次にやる楽器、そのネクスト二つ目のね楽器を選ぶ時のまあ基準というか、こういうのやったらいいんじゃないみたいな話ですね。でね、これはね、人によってね大きく二つに分かれると思ってます。はい。でまず一つ目はですね、親和性の高い楽器を選ぶっていうことです。はい。これ何かっていうと、例えば一番わかりやすいのはギターからベースですね。これはね結構楽だと思うんですよ。結構簡単だと思います。まあギターっていうのはまあこうご存知の通り6本弦があって、でまあコードを押さえたりね、コードを押さえるのでこう一気にね何本押さえなきゃいけないとか、ちょっとこれが大変なわけじゃないですかね、コードを押さえるときとか。でそれと比べるとベースっていうのはこう伴奏をするときにですね、まあ、基本的にこう1本しか押さえなくていいわけですよ、ね、1本だけ押さえてやるともうそれでこうその音になるので結構入りやすいかなと。今までこう複数のものを押さえなきゃいけなかったのをこうなんていうのかな、よりちょっと簡略化して押さえることがこうできるように、こうギタリストの人からベーシストに行くと感じやすいので、まあなのでギターからベースっていうのは非常に親和性が高いと。なのでギタリストの人は結構ベースから始めてみるとやりやすいんじゃないかなと思ったりします。あとはですね、まあ、ドラムから、あとはですねピアノからドラムっていうの、これもなんか意外と親和性が高いんですよね。なんかこうドラム始めたいんですって人で、でちょっとだけ昔ピアノやっててみたいな人とかって結構覚えるのが早い、成長が早いような印象が僕はあって、これなんでかなと思ったので、まあ、僕もそんなピアノ弾けないんであれなんですけど、まあ、多分ねここの、まあ、指だけじゃなくてこう手もね動かしていくこの感じと、あと右足でこうペダルをねこう踏んでいくっていうその動作がやっぱりドラムに近いものがあるんじゃないかなっていうので、こう多少ドラムと親和性が高いのかな。なのでピアノやってた人は結構ドラム始めると成長が早いよっていう感じはあるんじゃないかなと思います。はい。で2つ目ですね、これね、親和性が低い楽器を選ぶっていうね、はい。ちょっと何を言ってるんだと。お前何を言ってるんだ。先ほど親和性が高いものがいいって言ったばっかじゃないかと。ね、なんで親和性が低いものがいいんだよってね。いう話になるんですけど、まあ、これはですね、その楽器を選ぶその人が、まあ、あなたがですね、今見てるあなたが、どういう性格の人かによるわけです。で、僕みたいにね、こうズボラな人間ですね。はい。とにかく楽をして生きていきたいみたいなね。もう一生部屋でね、こう閉じこもって漫画と YouTube と、なんか見てりゃいいみたいな、そういう人間は、なるべくこう今まで培ってきた技術と近いもので、こう楽器をやることで、まあ次の楽器も楽に習得できるよって考えなんですけど、でも、本当に全く新しいゼロからさら地のところから一からスタートしていくってこの喜びがある人ってのもいるわけですよ。ね、全く未知のものに挑戦していって新しく開拓していくことで、こうなんか自分は今成長してる、こうね困難に立ち向かって俺今成長してるぜっていう気持ちになれる人っていうのもねやっぱいるわけですね。すごい努力ができるタイプの、羨ましい、僕は非常に羨ましいんですけどね。
でもそういう人であれば、あえて親和性が低いものをやることで、こうね、フロンティアスピリッツじゃないけどね、こうチャレンジ精神というかね、こう開拓していく感じみたいな、こうそういう充実感というか楽しみもあるわけですよ。本当に一からのスタートになってしまうと。でもやっぱり今まで培ってきた音楽をやってたっていう経験はあるから、完全な初心者よりはやっぱ進みは早いわけです。でも完全ゼロから1のスタートなので、うわーこれしんどいな、今までやったことなかったな、でもこれが新しい音楽をね、こう新しい楽器を学ぶってことなんだ、楽しいなっていう、ちょっとね、なんか筋トレが好きな人とかもしかしたらそういう向いてるかもしれないですね。だからそういう自分でこう自分の性格をそういう風に思える人、うん、ちょっと自分はこう困難にチャレンジしていく、こうゼロから、本当にゼロから始めるのがいいな、得意だなって思う人は、あえて親和性の低い楽器を選ぶといいんじゃないかってことですね。これはね、ベースからギターとか、これかなり実はギターとベースは楽なんだけど、ベースからギターって結構しんどいんですよ。なんでかっていうと、さっきと一緒で、こうベースって今までこう一つしか押さえなくてもね、こう伴奏ができた。だけどギターで伴奏しようと思ったら、やっぱコードが押さえなきゃいけない。こうなんかいきなりこう複雑にこう何個も何個も押さえなきゃいけないみたいなね。しかも指板もちっちゃい。ね、ネックも指板もちっちゃいので、こう、今まで大雑把にガッと押さえるよかったのが、結構細かく小さくやんなきゃいけないんで、もうそれがしんどいと。いうふうになって、結構ベースからギターは苦戦する人が多いのかなっていう印象ですね。まあ個人的に本当はあくまで印象ではあるんですけど、まあそうなのかなっていうね。まああとギターからドラムもきっとしんどいんじゃないかな。まあこれは逆にドラムからギターもそうっすよね。全く違うことをやるので、しんどそうなイメージが僕はありますね。あとね、こうギターからピアノとか、ピアノからギターとかもしんどそうだなっていう。ピアノって基本的にドレミファソラシドってね、イタリア語でやるじゃないですか。でもギターをやるときって英語で CDEFGBABB みたいなことで やるわけじゃないですか。なのでもうそこがまず違うんですよね。ドで押さえて、ドのねコードで押さえてください、じゃーんじゃなくて C で押さえてください、あ C なんだ、へえ、じゃーんみたいな、そういうところからまずちょっと頭を切り替えないといけないので、そういった理論的な話で、ちょっとギター、ピアノとか、ギター、まあベース、ピアノとか、そこら辺もちょっと難しいんじゃないかなっていうね。まあもちろんこれはね、努力できる人というか、なんかフロンティアスピリッツに溢れてる人だったら逆に、いいんじゃないかなと思います。まあそんな感じですね。こう人の、その人の性格とかタイプによって、親和性の高いものを選ぶか、低いものを選ぶか、まあこれでまずどっちか選べるといいかなと思います。はい。じゃあ3つ目ですね。じゃあ3つ目。でこれはその楽器を選びましたね、セカンド楽器を選びました、で何をやるか、何をやっていくか、どういう練習をしていくかっていう話になるんですけどね。じゃあここで3つ目ですね。こう一点特化型でまずやった方が僕はいいなと思います。まあ、これはあれですね、だ例えばギターで言うなら、リズムギターをやるのか、こうリードギターをやるのかね、ベースで言うなら、指弾きでやるのか、ピック弾きでやるのかとか、まあ、ドラムっていうなら、まあ、ドラムはそんな、8ビートから始まるところは大体一緒なのであれなんですけど、まあ、極論言うとこうロック、ポップスをやるか、まあ、ジャズをやるかですね、まあ、そういうところがまあ大きく変わるのかなと思います。例えばじゃあベースなんて分かりやすいですね。じゃあ指弾きでまず1時間半練習して、その後ピックで1時間半練習しようとかでやってたら、多分両方ちょっと上手くなりにくいんですよ。結構中途半端になっちゃうと思います。なのでもうピックで選ぶならピックだけでずっとガーってもう1日3時間練習して、もうそれを何日も積み重ねていった方が圧倒的に上手くなるのが早いと思います。まあギターもそうですね。だからまずはこうコードだけ、いろんなコードを弾けるようになって、コードワークってこうジャカジャカジャカみたいなところをしっかりやっていった方が多分最初は上手くなりやすい。まあそれかもリードプレイ、リードプレイね、メロディーを弾くならメロディードレミファソラシドドレミファソラコって、でこう早弾き早弾きやれるようになりたいな、近づきたいなとか、そこら辺から頑張っていくってのもなんか僕はいいんじゃないかな。まあもちろん最低限のコードとか抑えれた方がいいと思うから、ちょっともしかしたら違うのかもわからないですけどね、こうギターに関しては。まあドラムはそうっすね。まあドラムはね、でも結構ね、基本的にドラムってこう 8B とか、まあ、4つ打ち、ドッツタッツドッツタッツみたいなのが結構ポップスをやる上では多いんですね。ポップスロックをやる上ではそのパターンが多いので、まあこれをどっちか、まあでもどっちもやれた方がいいしな。まだドラムはちょっとある程度や基本的なとこは一緒だけど、そこからこうどう派生するかですよね。メタルみたいなやったらツインペダルドコ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 ってやれるようになるのか、こうジャズチー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 って、まあ、それからこう J-POP 的にこういろんなこうパターンをね習得していくのかとかね。まあでもその中でも4つ打ち系が得意と、ドクドクタクドクドクドクタクね、16ビートが得意とか、まあでも普通の速い8ビートドッダンドッダンドッダンとか、どこが得意なのかっていうのを、まあなんか
見つけて、そこをまず徹底的に鍛えれるといいんじゃないかなと思います。これやっぱりね、自分でも経験がすごいあって、そのベースを僕始めた時はね、ベースをやろうと思って始めたんじゃなくてね、こう友達のバンドの人に誘ってもらったんですよね。先輩のバンドの人にね、ベーシストが抜けちゃうから、でギャラ払うからベースやってくんねえかって言われて、でいやちょっと僕ベースやったことないですけど大丈夫ですかって、大丈夫大丈夫全然いいからさ、いいけど3週間後に15曲覚えてきてねって言われて、15曲と思って、そこで3週間で15曲もう頑張って覚えたんですよ。それがすごいなんかピック引きでね、ガーってこうパンクロックなバンドだったんで、そこをなんかすごい練習したのが結果としてめちゃめちゃ生きて、そこから2年後くらいになんかもうベースでお仕事いただけるようになりましたね。なんかベースのサポートミュージシャンみたいな感じで、まあ普通にこうリハーサル入ってお金いただいて、こうライブやってお金いただいて、そういう感じになりました。でまあそこでまず採用してもらう、こう 目をかけてもらうためには、まず一点特化でこうベーシストとピック引きでなんかステージ映えするような感じで頑張ったんで、そういうベーシストとしてまあ認知してもらったから、まあ、お仕事が来たって感じなんですよね。でそこに入った後は、あのやっぱサポートミュージシャンだから指引きもできるようになった方がいいのよ、スラップもできるようになった方がいいのよって話で、あじゃあそこはちょっと頑張りますって言って、なんかいろんな人紹介してもらって、なんか教えてもらったりとか、そういうことがあったので、まあ、だから必要になったら新しい技術は身につければいいと思うんだけど、それまではまずそのあなたはどういうプレイヤーかってのをこう認知してもらうためにね、こういろんな人に知ってもらうために、まずは尖ったプレイスタイルが一個あるとめちゃめちゃいいんじゃないかなと思います。はい、まあ、しかもそれが覚えやすいね、早く上手くなりやすいっていうね、自分でも成長を感じやすいのできっと楽しいんじゃないかなと思います。まあ、もちろん飽きてきたらちょっとたまに指引きやってみるとか、そういうのでもいいと思うんですけど、基本的にはプレイスタイルってのを一つにしておくとめちゃめちゃ強いということです。はい、じゃあ最後4つ目ですね。そのね、2つ目に決めたそのパートでバンドを組むということです。これがね、これがなんだかんだ言って一番大事かもわからん。うん。僕もそうっすよね。結局一人でじゃあベース始めようと思って、そのベーシストになる前にベースは買ってたんですよ。なんかボカロ P やりたくて、当時は。で、まあレコーディング用でベース買ったんですけど、でも結局ベースのこと何もわからんから、大してもうルート弾きしかできんみたいな感じだったんですよ。なんかベース面白くないな、テンション上がんないなってなった時にこうバンドに入れてもらって、で、やっぱバンドを組むと責任感が出るわけですよ。まあ僕の場合なんです、特にそう、お金もらってたら最初からね、最初からギャラ出すって言われてやってたから特にそうなんですけど、もう趣味でもそうなんです、趣味でバンド組んだとしても、じゃあもう1週間後に、じゃあこれ曲できるようにしといてくださいねってこう、バンドで合わせる曲とか決めるじゃないですか、コピー版とかで。で、もうそれでもみんなとの約束事なわけなので、まあそこに向けて練習はしなきゃいけないよっていうね、状況にどうしてもなるじゃないですか。ね、そこをなんか、約束を守れないとやっぱダサいな、ね、一人の、ね、人としてダサいなってなってしまうので、やっぱそこはみんな頑張ると思うんですよ。みんな基本的には頑張るので、だから結果としてこう空いた時間とか、あやばいこれ覚えなきゃなって練習をするっていうね、それがなかったら多分練習してない。僕もそうなんですよ。僕も全然練習できない人間なんで、なのでそこでね、こう責任感を持つ、そういう環境に身を置く、こう自分が新しく始めた楽器に対して責任感を持って取り組まなきゃいけないような環境ってのを自分からちょっと作ってみる。そのためにはやっぱバンドを組むってのが一番早い。バンドを組む、まあバンドに加入するでもいいですね、もちろん。だからね、僕もね、こんなことを人にね、偉そうに言ってるんだけど、やっぱピアノが弾けるようになりたい、弾けるようになりたいんだけど、全然こうレコーディングとかで必要なものしか、必要な分しか弾いてないってなると、それめったに弾かないわけですよ。でも弾くのも億劫になるしね、めんどくさいなって思うしね、全然わからんし、なんかもうようわからん、ピアノのことがようわからんってなって、なんかもう全然1年半2年近く触ってないですね、結局ね、1回やってからね、やばいですねこれね。だからちょっと僕もこんなことを人に話しながらも、ちょっとバンドを組もうかなと思いましたね。やっぱね、ピアノでとかキーボードでちょっと入れそうなバンドがあればね。そうじゃやっぱ、今僕キーボードみたいな機材持ってないんだけど、やっぱキーボード買うじゃないですか。うん、そうやって。で、ね、やっぱ練習もするわけですよね。うん、大事だな。バンドを組むっていうのが、多分一番大事。今回話した4つの中で一番大事です。はい、まあそんな感じでね、こう4つ、マルチプレイになるためのお話をね、していったんですけど、あと最後にね、こう裏の5つ目の情報ってほどでもないんですけど、まああるとすればね、やっぱその自分のモチベーション管理を大事にするってことですかね。これ楽器をやる人全般において話せるんですけど、
あのこういうロックね、ロックとかポップスとかみたいなジャンルで音楽をやることって基本的に誰かにやらされることってないと思うんですよね。お稽古ごとみたいな感じでね、お母さんがやんなさいって言ってるからやってるんだよみたいな人っていないと思うんですよ。もう自分の意思で始めて自分でキープしてるわけじゃないですか。なのでモチベーションの管理、やる気の管理っていうのが多分音楽をやっていく上で一番大事なんじゃないかなと、これいつも思ってるんですよね。なのでまあそこはね、いろいろあるんだけど、どうやったらね自分の中で音楽楽しいなっていう気持ちを持続できるかっていうのは本当あるんだけど、まあやっぱバンドを組んで仲間がいるからっていう持続の仕方もあるだろうし、自分の好きなことねできるようになりたいかなっていうのでもあるだろうし、僕もやっぱそうでしたね。いろんな楽器ができるとね、ギターしんどいなって思った時にベースに逃げれるわけです。でベースしんどいなと思った時にドラムに逃げれるわけ。そうやってなんかやりたい楽器がどんどんたくさんあると、こう今こっちやりたいなっていう時期がいろいろあって、だから常になんか楽器に触ってるみたいな時間が増えあったので、これを一つしか楽器やってなかったらギターやりたくないな、入って置いといて、なんかもう本当漫画読んでるみたいな、ネットフリックス見てるみたいな、ただ感じになっちゃってたと思うので、ただそうじゃなくね、こう複数の楽器できたっていうのは、まあ僕は結果としてモチベーションになったっていうので、音楽を続けられた理由の一つなのかなと思います。やっぱ音楽は続けないとね、うまくはならないので、うん、そういう意味でも、まあ、個人的にこうマルチプレイヤーとしてなんかいろんな楽器をやってみるっていうのはおすすめだし、まあでもやっぱりこうどうやったら自分のモチベーション上がるのかな、複数の楽器をやることでモチベーションが下がっちゃう人もいると思うので、そこはやっぱ自分の中で慎重に考えてみていいんじゃないかなと思いますね。そこは多分いろんな人と話していく中で見つかったり、自分の中で最初からこれがモチベーションだってこう分かってる人って少ないと思うので、それはこういろんなね、いろんなところで気づくタイミングとかね、考えるタイミングがあると思うので、そういうところで、ちょっとね考えて、自分はこうやってるからこう音楽好きなんだなとかっていうのがなんか分かると、そのモチベーション管理、やる気管理みたいなね、自分の中のやる気スイッチをねちょっと見つけ出して、こうたまにポチッと押してあげてね、でも休んだ方がいいよって時はこうやる気スイッチオフにしてとか、そういうことができるのでね、まあそこですね、モチベーションの管理を自分でしていくっていうのはね、でもモチベーションっていうのは結局自分の中にしかないわけですよね。誰かにとか誰かのせいでやる気がなくなったとか、いやそれはね違うんですよね。結局自分がやる気なくなってるのは自分のせいだっていうふうに考えた方がいいっすよね。結果としては、多責傾向ね、人に責任を、あいつが悪い、あいつがどうだっていうよりは、こう自責ね、こう自分のせいだから、まあだからやる気ないのは自分のせいだろうから、じゃあ自分の中でどう解決するのか、答えは自分の中にあるから、じゃあ自分で考えようってなれた方が多分ね、やる気とかモチベーションとか、多分仕事とかもそうなんですけどね、こうやりたい理由とかをね、こう他人に任せてしまうとね、うまくいかなかった時にやっぱりなんだろうな、逃げやすくなってしまうのかなと思うので、まあ、だからちょっとね、なんかすごい偉そうなこと言ってますけどねすいません、本当に申し訳ないと思うんだけど、まあ自分がやりたくて始めてることだと思うので、ただ自分のモチベーションっていうのは自分で管理していくね、自分の機嫌は自分で取るみたいなことをね、誰か言ってましたけど、そういうことなんじゃないかなと思います。はい、そこがあった上でこうマルチプレイヤーとしてなんかできるっていうのが、なんかきっと楽しくなるのかなとは思うので、まあそういった情報ですね、また僕も今後発信できたらいいなと思ってますので、またよろしくお願いします。僕はですね、まあギターベースドラムとかのなんかレビュー系のやつをね、友達と撮ったりですね、あとまた友達とミュージックカバービデオカバーミュージックビデオですね、カバーミュージックビデオ撮ったりとか、あと一人バンドっつってね、こう全部俺みたいな、こう全パート自分で演奏してみたとかね、まあ、あとはこうなんか音楽系の話題でちょっとみんな友達とおしゃべりしたりとかね、そういった動画をね撮ってますのでね、またぜひ、他の動画とかも、ぜひチェックしてみて、まあ、チャンネル登録とかね、もう高評価とかね、やめないようにね、していただければなと思います。はい、ではまたね、次回の動画でお会いできればなと思います。またこうやってね、喋るだけの動画もね、ちょっとどんどん作っていきたいなと思いますので、じゃあよろしくお願いいたします。ではさよなら、ありがとうございました。